2007から08リーガアッコブ、プレーオフでのフェルナンデス・ルディ・フェルナンデスこと、ロドルフォ・フェルナンデス・ファーレスは、スペインのプロバスケットボール選手。リーガアコブのレアル・マドリード・バロンセスと所属。バレアレス諸島、マジョルカ島、パルマデ・マジョルカ出身。ポジションは、シューティングガード。姉のマルタ・フェルナンデスもワンバに所属する、プロバスケットボール選手。下部組織時代は、 サッカーもプレーしていた。2001年に、スペイン一部リーグリーガアッコブのホベントットガダローナに、入団し2003年プロデビュー。新人年の2003から2004シーズンのコパデルレーでチームを準優勝に導き、いきなり大会 MVP を受賞。2006年には、フィバヨーロッパの最優秀、ヤングプレイヤー賞に選ばれる。クラブでもユーロカップ優勝に貢献し、MVP を獲得。 すでに NBA 入りが決定していた2008年のコパデルレーでは優勝し2度目の MVP を獲得。2008アレブ、ユーロカップでも MVP に輝くなど、全王にその名を轟かせるまでになった。2007年の NBA ドラフトでフェニックスサンズより日順目24位で指名されたが、トレードでポートランドトレイルブレイザーズに交渉権が移った。1年後の2008から09シーズンに、 NBA デビューを果たした。NBA ではトレイルブレイザーズ、レンバーナゲッツで4シーズンプレーした後、再びスペインでの選手生活へと戻っていった。2011年には NBA ロックアウトの影響もあり、シーズン前半はリーガアッコブの強豪であるレアルマドリード・バロンセスと似てプレーをしていたが、2011から12、シーズン終了後のオフシーズンに、 レアルマドリードバロンセストに完全一席。2012年7月には正式に3年契約を結んだ。わずか16歳にして代表デビュー。U-16 と U-18 のフィバヨーロッパ選手権に選出された。A 代表では2004年のアテネオリンピックに出場。さらに2006年に日本で開催された世界選手権では優勝に貢献した。 翌年2007年のヨーロッパ選手権で銀メダルを獲得。そして2008年の北京オリンピックでは銀メダルを獲得。決勝ではアメリカに敗れ走したものの18分の出場で22得点を挙げ、さらにセンタードワイトハワードの上から強烈なダンクをお見舞いするなど大活躍を見せた。2009年のユーロバスケットでチームは金メダルを獲得し、自身も 大会ベスト5に選ばれた2012年のロンドンオリンピックで2大会連続で銀メダルを獲得したワンバのロサンゼルススパークスに所属するマルタ・フェルナンデスは実施ありがとうございます